日の宮司雄也捕手25、山本拓海投手23と日本ハムの宇佐見慎吾捕手30、斎藤幸樹投手26の2対2のトレードが19日、成立したことが分かった。郡司は慶大から2020年にドラフト4位で入団。東京六大学野球では三冠王を獲得し、打てる捕手として入団。1年目から30試合に出場するなど期待されたが、今年は1試合の出場にとどまった。山本は私立西宮校から18年のドラフト5位で入団。1年目から1軍デビューを果たし、19年には先発ローテ入りも果たした。その後は主に中継ぎとして22年には30試合に登板。今季は14試合で1敗、防御率 5.54 だった。ハムファンですけど本当にいいんですか？日ハムボロ儲けやんけ。中日アホなん。郡司は立浪じゃなかったらもっと使われとったのにな。郡司は普通に欲しいわ。郡司出されてて草。郡司もったいないやろ。現役ドラフトで実感したけどポテンシャルはありそうなのにいまいちパッとしない選手はどんどん移籍しろ。郡司は活躍すると自信を持って言える。郡司ってウエスタン最強レベルの打者じゃなかったっけ？郡司25ファーム成績打率2割6分1厘2本10打点出塁率3割8分7厘オップス739個で出してええんか？ハムだと普通に覚醒しそう。郡司はキャッチャーやらせなけりゃ普通に即使えるぞ。まあ中日は外野が激戦区になったから使われんのやけど。郡司ほんま使う気ないんやな。郡司も匠もいい選手やで新天地で頑張ってほしい。郡司は外野でレギュラー出したら普通に成績残すと思う。代打とか保守だといまいち力出せん。日ハム郡司ってめっちゃ打ちそうやな。郡司も山本も期待できるファイターズへようこそ。正直目玉は郡司より山本やで今年の終盤にもセットアッパーになってる可能性ある。